皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。水谷 TV の時間です。今日はですね、ちょっとトレーマインと金沢院からも応援が来てね、やってるわけなんですけども、もうゴールデンウィークですね、明日から。はい。何連休って人いましたかね。なんかすごい長いの人いませんでした。7連休。7連休の人いました。7連休。僕ら何連休ですかね。連休あるんですかね。あるんですかね。まあそんな感じでね、まあ、一生懸命頑張るだけなんですけども、ゴールデンウィークといえば、どっか行きますか。はい、出かけます。出かけます。はい、行きますか。はい、出かけます。はい、車。車です。車。ね、車で出かけるといえばね、まあ、よく見かけるのがね、まあ、ちょっと残念なことですけども、交通事故というのはね、結構あるんですけども、まあ、交通事故、まあ、連休中の交通事故ね、まあ、なんですかね、どのタイミングがいいってわけじゃないんですけどもね、行きだけは嫌ですよね。どっか行こうと思ってるときに、ああ、みたいなね、そんなのを避けたいんですけども、まあ、いずれにしろね、交通事故に遭うと、まあ、一番多いのは、なんですかね、はい、一番多い怪我、交通事故で。はい、むち打ちですね。やっぱ首の痛みが多いんですね。ただやっぱ交通事故だと、まあ、首だけじゃなくてね、足の痛みとかね、訴える人もいますよね。で、まあ、先ほども言いましたけど、やっぱ手の痛みとかね、ハンドル握ってると当然ドーンとなってね、まあ、手首をね、捻挫とかね、そういった痛みも出たりします。まあ、そういったのもね、基本的にはやっぱ首から、全身をね、見ていって治していくっていうのが夢だか流の治し方ですね。はい、ということで、まあ、ゴールデンウィークね、本当に皆さん気をつけてくださいね。はいはい、我々健康と元気でなければ我々は治療は、ね、できないので、はいはい、ということですね。はい、で今日は金沢の方からね、長岡先生ね、新人の長岡先生が、はいはい、今日どうでしたか。富山に見学して、富山に見学して、すっごい濃い一日でした。はい、はい、まあ人が濃い、あ、違いますか。あ、違う、あ、そういうことじゃなくて、はい、失礼しました。ということで、まあ、いろんな濃い一日だということでね、まあ、本当ね、一生懸命やらせていただきました。まあ、本当明日はね、お休みになりますけども、まあ、連休は暦通り、夢高接骨院のね、富山院はやってますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということでいいですか。はい。はい、じゃあ皆様、楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。はい、じゃあこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。